ブローニャはカカリアとの対峙で自ら脳内のバイオチップを破壊した。そしてフカとメイは病室でブローニャの様子を見守っている。本当にもうこんな時にキアナちゃんはどこに行ったのかしら。大丈夫ですよ、容態も安定してきましたし、メイさんは休憩室で学園長を待っててください。でも私がついていますから、メイさんは休んでください。そうね、わかりました。損壊がこれほどひどいとは。学園長が戻られるにはまだ時間があるし、仕方ない、試してみるしかないか。起きて、目覚めの時ですよ。誰？ここは監獄？そうです、忘れないでください。必ずここから出るのです。ブローニャ、了解しました。ブローニャ、了解しました。イエス、マスター。ブローニャ、了解しました。敵全員沈黙。これより帰還。
Boing!
任務完了。待機モードに移行。ブローニャ、了解しました。イエス、マスター。次の照準装置初期化完了。ブローニャ了解しました。次の目標座標を。照準装置初期化完了。
無条件射殺許可確認。ボローニャ、了解しました。発見。イエス、マスター。イエス、マスター。照準装置初期化完了。ボローニャ、了解しました。イエス、マスター。敵全員沈黙。これより帰還。これは、どうして、何が起こっているの？待って、やめてください！魔杖が呼び起こされた、ホム。でも、魔杖はなんで攻撃を仕掛けてきた、ホム？おそらくあの少女が予言の勇者でしょう。魔杖の暴走は、あまりにも長時間眠りについていたために、覚醒してもうまく力のコントロールができないからでしょう。くそ、まさかずっとこうなのか、ホム！力を使い果たせば自然と落ち着くでしょう。ホム、気をつけてください。私では止められません。大丈夫だ、ホム。すぐに我が輩がおとなしくさせてやる、ホム。システム警告、第一級戦闘準備。イエス、マスター。
装置。任務完了。待機モードに移行。